はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。志望校のみの受験を考えている方へ。それでは本日も西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、こういう方たくさんいると思うんですね。で、私はこの学校だけ受けたいと思っています。ね、単眼で受けるから多分入ると思いますしっていう話で、でもし落ちたら、まあ、公立の、ね、学校に進んで中学受験考えてますっていう方よくいらっしゃいますね。どう思いますか？いや、びっくりですよね。びっくり、びっくりですよね。そんな志望校のみの受験を考えている方って言って1校しか受けない、うんうん、それってよく考えてみた方がいいんですけれども、はい、例えば中学受験のように勉強やって勉強やって勉強やってね、うんうん、大体出るも分かってますよね、だからまあペーパーでね、こういう試験が出るっていうんだったらね、あ、こういう解き方をして、こういう解き方をしてっていうんだったら、もしかしたら1校だけでもね、うんうん、うまくいくかもしれないんですけれども、はい、小学校受験だけは各学校によって、まあ、全く違いますからね。例えば、そう、まさかのような着ぐるみ着て出てきて、うん、わーわーわーっていう時もあったり、その子供を盛り上げたりっていうことがありましたね、過去にね。楽しいって、一個だけ例えば自分の志望校っていうか決めてる学校で何も経験がないと、うん、わー楽しいとか言って終わっちゃうとかね。うん、で、何、次何やるの、次どんなことやるの、なんで友達と遊ぶの、じゃあ遊んじゃおうとかね。あ、そういう、じゃあその結果がどうなったかっていう結果までを見た時にはもう遅いっていうか、不合格になっちゃった時にはもう何で自分も落ちたかわからない、はい、はい、それでおしまいです。でも一応志望校のみの受験だってやっぱりみんな勉強してきてると思うんですよ、一応は。そうですね、うん、何もしないでね、私ここ1校だけ受けますっていうの、それは私はいいと思うんですよ、別に努力してきてるわけじゃないし、でもその例えば慶応がいいですとかね、うん、早稲田がいいです、早稲田以外はもう受けませんとか、まあそれはいいですよ。だけど、はい、一応そこを受けようと思ったらみんな勉強しますよね、いろんなことを我慢して。子供も一生懸命、それで、ね、自分は慶応に受かったことを思い浮かび、早稲田を受かったことを思い浮かびながら、こう一校だけをね、こう受けていくっていう、で成功すればいいですけれども、幼児ですからね、いろんなことが、次何が起こるんだろう、次何が起こるんだろうってこうなりますよね、うん、それだけで終わってしまって不合格だったら本当に子供がかわいそうですよね。あと前はそういえば不測の事態の話あったじゃないですか、はい、ね、急に引っかかれちゃったりとかね、叩かれたりとか、隣グループがうまくいかなかったりとかね。そうなんです、それはもう時の運なんですよね。その子の努力だけじゃどうにもならないことも時には起こると。そうです、うん、そうなんです。だからまあ、私たちは本当に模擬テストを受けるよりも、もう9月のぐらいから東京に焦点を合わせるんだったらば、東京に受けるまでの間にどれだけ学校を受けていって、そこで合否が出ますよね。でそれは合格をすることだけじゃなくて、合格をするっていうことは、多分今あなたが小学校受験でその行った学校に合格した場合は、そのテストがうまくいったっていうことなんだよ。でも私たちは試験場に入れるわけではないので、どんなことをやってきたかはわからないんですよ。だけど多分あなたがやったことが良かったから合格したんだと思うよってなるんです。ちょっと小さな自信になるかなというところですね。そうですね、で、まあ過去に、うん、だいたい9月の終わりにちょっと狭山市にあるところの小学校を受けるんですよ、はい、でそこを受けた時に、まあ仮に不合格だった子がやっぱりいたんですよ、はい、まあ補欠ですけどね、でもまあ不合格のうちかなと思ってるんですけど、それは何かをやったから不合格だったんだと思うんですよ、で意外とペーパーじゃないんですよね、はい、だからそれ以外の行動で何かをしたでしょって言ったら、片付けをしなかったとか、そう言われてみたらって子供も言うんですよ。そうか、当時は何も思ってないけど、思ってないけど帰ってきて、だってあなた合格の上に負がついてるんだけどって言うと、何かしたでしょって言って、もうとことんなんか追求するんですよ、2日も3日も。そうするとポロッとね、なんか
言ってくるんですよね、うん、それだ落ちたのは。あで次のまた今度埼玉に行くんですけど、うん、今度埼玉の学校ですごい気をつけるっていう、はい、で今度埼玉は受かったんですけどね、うんうんうん、そうすると子どもはここでこういうことをして落ちたけどここでそれを挽回したから受かったと、まあ、失敗も成功も含めていろいろ経験値が積んでから本命に挑みましょうという感じなんですか。で、はい、で、うん、ある3月生まれの子だったんですけど、はい、神奈川県の学校を10月の半ば過ぎぐらいに受けたんですね、で合格発表があってネットで発表だったんですよ、はい、それで見たら結構受かってるんですよ、こう番号が続いてるのに、はいはい、その子の番号だけなかったんです。見てみなさい、あなたの番号そこにないでしょって言ったら、うん、ないって言うんです。でないっていうことはあなたね不合格なんだけどね、ペーパーはあまり問題なかったんですよ聞き取った時に、じゃあ他に違いないっつって、あじゃあよく考えてごらん、何をした何をしたって言ったら、なんか魚を作って池に浮かばせてみんなで遊ぶっていうのがあったんですよ、絵に描いてある池なんですけどね、でもその子が言うにはそう言われてみたら僕はフグを作ったと。お面白い。だからそのそうなんですよ、その面白いって思って自分でその池のところに行って、はい、そのフグを一人で泳がして遊んだんです。それを白状したんですよその子が。ねえそれよ一人で遊んでいいって私は言ったっけ、うん、っつったら、うん、その子供がそれがダメだったと思うって言ったんです。はい、それ一回失敗したんですよ、でその次もう一回神奈川県の学校を2回目にチャレンジしたんですよ、はい、そうしたらまた帰ってきて今度はね僕一人で遊ばなかったよって言って、うん、おちゃんと失敗を生かして、そうですね、で2回目は受かったんですね、うん、だからそういうふうにこのなんていうのかな、ただ受けっぱなしじゃなくてその志望校に至るまでの間に試験っていうものを経験していくっていう、はい、まあ、検証もしながらという感じですね。そうです、だから埼玉県のその一つの学校に行った時に、はい、それこそまあお話の記憶からこう延長して、うん、集団の行動の時に王様の格好をして校長先生がね、うん、出てきたらみんなわーって言っちゃったらしいんですよ、だけどうちの生徒はそう言われてみたらこういうとここういう場面では言っちゃいけないんだとかね、よく踏みとどまりましたよね。そうなんです、やっぱりそれは、そのもう一個前で受けてる経験があったので、あそういうことはしちゃいけないってそうだ先生が言ってたなって言ってやらないとか、で結構神奈川県の学校でお話作りとかこう出るんですけど、そのために勉強してきてその小学校で実際ちゃんと喋ったかどうかって親が確認してるんですけど、それがじゃあ何も関係ないかっていうと今度東京にのテストの時に、まあ立教女学院なんて面接がちょっと手前の方なんですけど、なんかこうやっぱり子供が呼ばれてちょっと前に来てねって言われて、このカードを見せてこの子はどういうふうに思ってるかなとかちょっとお話作りみたいなものが出てたんですね。でうち終わって帰ってきてその子がこの間の学校みたいなことをしてお話作りあったよとかね。だから志望校っていうのは自分の行きたい学校っていうのはそれ決めてもいいんですけど、そこに至るまでにいくつか経験をしていかないと子供って試験を受けながら伸びていくんですよね。なるほど。だからその経験っていうのはやっぱり子供ながらその教室で勉強していくんじゃなくて、その試験に行って賢くなってくるっていう、やっぱり本番の会場でしか味わえないことっていっぱいあるんですよね。そうですね、でまあ私立の小学校の先生方が考えることってそんなにかけ離れたことはしないんですよね。他の学校でもね、そう飛び抜けて全く違うものっていうよりも、結構似たものが出てくるので、そういうところが経験値を積むっていう、でうちもある小学校受験をしたことがない人が、はい、ない子供が編入試験ってやったんですよ、だからうちは小学校受験でも大体3回最低3回練習をして4回目が東京なんですよ、またはまあ最低でも2回、
やっていくんですけど、編入でもねよくある話で、私はびっくりしたんですけど、編入でもこの学校に編入したいったら大体小学生だから一つしか受けないんですよ、うんうん、そこ狙ってね、うん、でもあるうちの生徒が、はい、その小学校受験したことない生徒がね、編入試験を受けるのに A っていう学校をまず編入試験を受けたんですよ、はい、そしたら公立小学校の勉強のレベルではとってもないぐらい高かったんですよ。やっぱ先取りだからと。そうですね、それとやっぱりこの学校に前変わっても前の学校は楽しかったのって聞かれればどうしても楽しかったですって言いますよね、うんうん、でもそれは楽しいならなんで編入してくるのっていう、あ罠だったんだ。そう、でもそれは気がつかなかったんです、1校目では、それで本人もちょっと舞い上がってできなくて、で別な学校 B っていう学校がもう一回あったんです、はい、どっかあったんですよ、B っていう学校が3週間後かな、うんうん、2週、それでまた準備をしていったんですよね、はい、でもやっぱりなんか前の学校のことも聞かれたり、うんうん、移って大丈夫なのお友達はとか言って、一応大丈夫ですって言うんですけど、学校楽しいって聞いたら楽しいって、じゃあ楽しく移る必要ないじゃない、で3校目は気がついたんです、はい、また今度3校目はね、また A っていう学校がまた募集が出たんですよ、それで4年生だったんですけど、はい、今度はね2つで通したことによると、本人は勉強が難しかったと、で面接もあったと、 でも2回経験してるから、それで今度はもうバンバンに勉強させて、それで行ったら3また再びね、前より随分進歩なさいましたねっつって入れてもらったんですよ。だからやっぱり編入試験でも3回って過去2回練習する必要性って私はあるなって思ったので、もともとその子は A っていうその本命に受かったんですけれども、その間やっぱり真ん中1個受けといてよかったよねって、そうですね、だから志望校がねもうここだけっていう風にするのはでダメなら公立っていう、それは親の都合なんですよね、でも子供にとっては何の達成感も得られないし、受かっていくか行かないかっていうのは後で決めればいい話なのでね。そうなんですよね。いやだから悲しいのは、その1校だけ受けて、まあ、受験する前はもう落ちたら効率いいわと思っていても、いざ不合格いただいた時にそう思いますかっていうお話ですよね。そうです、だから結論で言えば、どうしても1校だけしか受けないっていうんだったら勉強しないでも受けてもいいかなっていう、それでもし落ちたらね、もう9時に受けたら、そうそう、もうしょうがないよねって言えるけど、もうやって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 受かるか受からないかっていうのは五分の確率ですから ね、 そうね、だからもう習い事もいや諦めて幼稚園も行かないとか、ね、全力で受けたのに結果が出ないとか話ですよね、だから1校だけでもいいし、2校だけでもいいし、やっぱりどっかで合格っていうものをもらって、そこ行くか行かないかっていうのはね、最後に決めればいいんであって、子供側の立場としたら、親はここを望んでるけれども子どもとしてはやっぱりどんな学校でも合格ってもらうと嬉しいんですよね、まあここだけだよって言われたらそれがまたプレッシャーになることもありますね、でも逆に励みになって本当に志望校を合格することもありますしね、わかりました、まあ、当日熱出しちゃった子もいますしね、そうですね、いろいろ何があるかわからないのが受験ですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、では教室からのお知らせです。西荻フレンドリスクでは来週の末ですね、セミナーを行います。学力診断模擬試験付きの、小学校受験入門セミナー2019、年中と年長さんのお子様が、模試は受けることができます。でお子様が模擬試験を受けている間にセミナーを親御さんは受けましょうという内容です。もちろんお子様がもっと小さかったりする場合は模擬試験は受けられないんですが、セミナーだけ受講しますということも可能ですので、ご興味ある方はぜひお申し込みください。はい、どうぞいらしてください、はい、お待ちしております。教室ではメールマガジン配信しております、ブログのね少し先取り配信や、独自動画の配信、セミナーの先行情報など、いろんな情報を配信してまいります。無料ですのでご興味ある方はぜひお申し込みください。子育て幼児教育相談会、平日と土曜日に行っております。遅い時間でも対応可能ですので、お仕事を持っている方も何かお困りのことありましたら、ご連絡ください。遠方の方でも、ね、スカイプとかも利用することができますので、何かありましたらメールください。
フレンドリースクールでは体験授業を受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。実際の年長クラスは年長の担当講師が年長は年中の先生が見ますので、実際の本当の授業の様子ね、わかるかなと思います。興味ある方はぜひご連絡ください。教室へのお問い合わせ 03-3390-0750 番です。メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験のこと、幼稚園受験のこと、子育てのことをお話ししてまいります。よろしければぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では失礼いたします。